今からちょっとお話ししたいことがあるのですが、もしかしたらこのキンダースのサプライズの、これ春のサプライズっていうか、イースターの時に購入したものをまだ開けてなかったから、これ中に何が入ってるか、卵の中に何が入ってるか見せるかもしれないし、あとはこのタロットで何か占いたいと思ってるんですね。いろいろYouTuber さんのことをさ、ずっとやってるじゃない？最近、青汁さんとか。私ね、実はね、なんで青汁王子様というのを知ったかっていうと、立花さんのこととか、あと、大津さんとか揉めてるじゃない？いつもなんか、青汁王子の、なんとかヒルズが出てきたりして、揉めてるから。なんで私、立花隆さんって知らなかったのに、なんでしたかっていうと、同姓同名の立花隆って、っていう人がいるんですね。もう亡くなったらしいのね。臨死体験の本を書いてる立花隆さんですよ。よくテレビでやってたみたいな。それを調べるために検索すると、どうしても政治の立花隆さんが出てきて、 NHK 党の。NHK をぶっ壊せとかやってるからさ。でも NHK に所属してた方ですよね。だから NHK の知り合いもたくさんいるわけで、だからまあそれってプロレスかなとか思って見てたんだけども、結局何が本質かというと、日本の本質は自民党じゃない？だから NHK 党をこう批判するところであまり日本は変わらないっていうか、だから自民党で何か問題があったとしても、こう NHK 党が、 NHK をぶっ壊せ党が騒いでいたら、そっちにみんなが行って、そういう話を聞いてたら、目くらましになるのかなと思って、そういう役割を果たしてる党かなと思って見てたんだけど、まあ、プロレス党みたいな感じで。で、面白が見てて、で、だから最近、昨日は青汁さんを占ったわけで、あ、これは金でできているタロットなんですけど、最近注文して、私の推しの蓬莱蓮華さんっていう、なんか、静岡県の出身の、なんかさ、三保の松原のさ、天女様みたいな顔してる人。私見た時、天女かと思ったもん。だから、全然話は違うんだけど、これ、金でできてるカードなんですよ。横から見ると、光ってるでしょ？もっと全部出すと、すごいもっと光ってるんだけど、これ、大アルカナ。小アルカナも出せば、すごい光ってるのがわかるけど、まあ、小アルカナはまだね、意味が分かってないから、使わないんですね。で、蓬莱蓮華さんが言ってたのは、そうやって使ってると、大アルカナだけ使ってると、大アルカナの金粉っていうか金箔がどんどん剥げてくるってことが言われてました。これ金なの、光ってると思うけど。だからまあどうなるか見てみて、もし小アルカナを使っていて金箔が剥げてしまうのならば、新しくまた買い直すみたいな、それを考えてるんですよね。だから食費を削ってお金を貯めるみたいな。また前回これをやったおかげでこれを手にしたのだ。で、まあまあこれ使って誰をやろう。だから立花隆さんはもうやったじゃない？大津彩香さんやってない？その周辺の人、だから失敗小僧さんとか結構ファンなんですけど、なんか私は丹羽茂之さんっていうさ、元警察官の立花さんを推してる人のファンでもあるので、ちょっとこれパラドクサルというか、まあ前は大津彩香さんも立花さんも友達だったわけで、急に別れちゃって、でもなんかそう、失敗小僧さんは大津さんの方に行って、立花さんの方に行ったのが、でもともとホリエモンとかさ、あとまあなんだろう、名前もうダメ、アルツハイマーなのかしら、名前がもう思い出せません、すいません。あれ、誰だっけ、今話してたの、さっきまで、昨日まで占ってた、なんか北海道のさ、歯医者さんのお坊ちゃま、あれ、名前が出てこない、やばい。なんか破産したとか言ってた人、失敗小僧さんじゃなくて、もうダメ。青汁王子様っていう人ね。私、青汁ってまだ知らないんですよ。何なのか。フランスに住んでいるので。青汁って何ですか？飲んだことありますか？美味しいですか？で、青汁王子様、今、青汁飲んでますか？
で、淡汁さんが問題を起こしたじゃない。だから失敗こそさんを占ってもいいし、で、私が臨死体験を調べていた時、偶然検索して出てきた立花さんを推している。なぜこの人が出てきたかって、庭さんっていうのは庭、そう、埴輪って書いて、丹波って書いて庭さんは、重幸さんは、そうですね、あの、今占うっていうよりも、ちょっと待って、どっち先やろう。どっちもファンだったんだけど、全然違う方向性があるっていうか、こっちは立花さんよりで、こっちが大津さんよりで、でもなんか話聞いてると、最近さ、あの、そう、なんだっけ、この方の本名忘れちゃったけど、そう、法律に詳しい方、うんうん、かりちゃんジャンプの方ね。でもこの方を売ろうかな、なんか知らないけど、だってさ、すごい安いの買ってきて食べてるじゃない。あの、エコにつながるから、すごく憧れてる。私もね、スーパーに行ったらエコのさ、 50% 引きとか買いたいんだけど、まあ肉類だったら猫ちゃんたちにあげるために買ったりはするけど、自分には買わないですね、今のところは。でもエコにつながる、それは。なんかもう捨てるっていうのをさ、スーパーで買ってあげるととても喜ばれるし、まあ、私あまり何パーセント引きって買わないで、もう備蓄してあるものを棚から出してさ、もうすぐ切れそうなのを先に優先的に調理するんですけど、はい。あとはもっぱら、だからマクドナルドの4ユーロの安い、だから4ユーロってまあ500円ぐらいの、そのハッピーミール、子供用の、あれはいいですよ。失礼。というわけで、ちょっと失敗ことさん行こうかな。なんかさ、香川県の親戚がいるって聞いたから、私も香川県なんで、あの、なんだろう、剣さんじゃない、あの、だから高知県の、あ、違うか、愛媛県違う、あれどこだっけ、あ、徳島県と香川県のちょっと国境みたいな、県境みたいなところの、山がいっぱいあるところの剣さんのちょっと近くの、まあ私のファミリーっていうか、昔から住んでる人たちが、あの、地震が来たらどうしようかって、まあファミリーは今あまりいないけど、いとことかはとことか、そのぐらいの、でもまあ土地を持っているので、私とか弟が、その、僻地、山の中に、だから、ちょっと、どうなのかなって気になりますね。だから、香川県はとても、私の好きな場所なので、香川県仲間ということで、では、占っていこうと思います。失敗こそ様。名前忘れた。本名忘れた。なんとか、健一さん？忘れた。ごめんなさい。森田健一？森健一？では行きます。これがまあ今の立ち位置じゃない、今の状況の理由、なぜこの人が存在するかっていう理由、ジャッジメント、それはジャスティスのカード出てますね。それから、じゃあ切っていこうと思います。で、これが理由で、状況はですね、死神のカード出てるけど、死神のカードのさ、聖地っていい意味だったと思うのね。あとは、支援してくる人たち、援助してくる人たちを見てみましょう。援助してくれる人は、エンペラーが、王様が出ました。運がいいっていうか、これ。次が、顕在意識、いきましょう。あー、なんか、運命の輪が出ました。現在意識。全部ポジティブですね。どれも。では、潜在意識を見てみましょう。潜在意識は、なんか、あの、女教皇っていうか、宗教的な女性が出てきました。それから、次が何かっていうと、近い将来見ようかな。将来、まあ、ちょっと月って暗いカードが出てる。これ暗い。あとは過去を見てみましょう。
近いからちょっと暗いカード出て、過去がタワーでした。あんまり良くないというか、なんかさ、怪我してましたよね。そこら辺のところはなんかね、連鎖的に怪我してる人が最近多いからさ、トランプ大統領とかさ。じゃあ立場の裏付けを見ましょう。立場の裏付けは、あの女帝のカードが出ました。立場いいじゃないですか。なんかすごいさ、ロワイヤルなカードを、そう、王室とかさ、皇室とか。はい、あ、ちょっと行っちゃった向こうに。あ、すいません、なんか手が滑って。あの立場を見てみましょうね。立場が失敗小僧さんの立場が太陽ですっていう、太陽がね。そして立場の裏一やったから、今周囲の人たちを見てみようと思います。周囲の人たちが女帝、彼の周りは女帝がいるってことで、あとはなんかすごい天皇家と関係あるのかな、香川県だけあって。それでは願望、彼の願望は、まあ連れ去った男が出ましたね。これはいいカードなんですよ、聖地だと。あとは結果を見てみようと思います。結果が、力のカードが出ました。あのさ、失敗小僧さんって実はさ、すごいさ、あのもしかしたらすごいお坊ちゃまっていうか、いいお家のお坊ちゃまなんじゃないですか。これ全部あの、そう、王室とか皇室とかそういうカードばっかりするんだけど、そう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 、香川県仲間っていうか、カエルちゃんジャンプみたいな、カエルちゃんジャンプ。こっちはカタツムリさんジャンプ、猫娘さんジャンプ、猫娘ジャンプ。じゃあ占っていこうと思います。だからさ、あの発端となったのがさ、臨死体験の立花さんなのね。そしてあれ、占おうと思ったら、あのテキスト、日本語のテキストでやろうかな今日は。もうフランス語訳してもすごいめんどくさい。そうなんですよ、あの発端となったのが臨死体験の立花隆さんで、検索してたら政治の方の立花さんが出てきて、それでなんか丹羽さんが、丹羽茂幸さんが動画でなんかおすすめで出てきて、それで今度失敗小僧さんが出てきて、でこの二人はどっちかっていうと違う派閥。じゃあどうしてこの立場にあなたがあるのか、あなたっていうか彼があるのかっていうのは、ジャスティス、あのジャスティスです。ジャスティスというのは、あの法律関係という意味です。法律関係のお仕事していますか、もしかして。天秤という意味もあります。天秤と剣によって物事を裁く裁判官の姿であります。そう、バランスの良い、そして主観を廃止、だから主観をなくして客観の上で見ているというカードです。で、彼の審判はいかなる場合にも絶対に偏りがありません。物事の善悪や、正しいとか過ち、それも誰かが真ん中に位置してこそ初めてそれを判断することが可能になるのです。多分さ、大津彩香さんのことも立花さんのことも大津さん側に一見見えるけど、まあ中立的に見てて、どっちのこともあの敵でもなければ味方でもない立場だと思いますね。はい。で、あのこの責任と義務は重いので、故に、
彼は他と比べるようのない権力を持つことが許されています。なんかさ、すごいさ、もしかしたらすごいさ、この人が日本を守る救世主かもしれませんねみたいなカードね。これすごくない？はい、すごいこれ。で、まあ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 、もし恋人っていうか何か好きな人がいたら、二人のことを認めてくれる人がそのうち出てくると言われていますね。はい。で、まあ、お友達がたくさんいるみたいなので、紹介で、彼女を紹介されて、そしてうまくいくっていうことが言われているカードでもあります。もし、もうお付き合いされている場合は、もう決断の時ですみたいな感じ。周囲の人たちが認めますみたいな。あとは、二つの仕事を持っています。まあ、YouTuber と、司法書士の仕事とかなのかな。で、社交性がとてもあるので、人気者になっています。そう。楽しい健康法を見つけて、これ、ビューティーのところ、ヘルス、ビューティーのところ、楽しい健康法を見つけてくださいってこと。なんか知らないけど、これはね。こんな感じかな。芸術関係がとても良いです。だから、歌を歌うとかさ。そんな感じ。有名になるっていうカードなのよね、これ。では、こっち行ってみましょう。次は何かというと、現状を見てみましょう。死神の、ああ、死神のさ、聖石っていいカードかもしれないとか言ってたけど、全然悪いじゃない、これ。そう。なんか、反対者の妨害がありますって言葉言われています。いっぱい周りに反対者がいて。で、あと、何か、もし好きな人がいたとしたら、所詮無理な人を好きになっていますとかね。そう。地面に地面した関係が続いていますみたいな、ちょっと悪いカードね。で、まあ、そう。で、事故に遭いました、怪我をしましたっていうカードでもあります。だから、そう。青汁王子と同じで、怪我してませんでした。同じところ。だから、左の腕。なんか、最初、失敗小僧さんが怪我した後、青汁さんが連鎖的に怪我して、そしてその後、なんか、そうそう。なんか、ジャニーズをさ、言ってた、ブラジルと日本人のハーフの人が怪我して、指怪我して、その後、マクロンじゃない、なんだ、トランプ、元大統領怪我して、みたいな、なんか連鎖反応みたいなのが終わって。はい。怪我っていうカードね、これ。怪我しました。で、物事が停止してしまいました。っていう感じ。ちょっとこれ、すごいですね。それが現状なんですよ。その後何をするかって、これなんだっけ？どこに出てる？あ、これが、あ、これ後で見るやつだ。次が、順番的に言うと、これかな。これかな、次。順番がもうめちゃくちゃになってる、これ。これはもう言ったよね。で、これはもう言ったよね、今。で、これはどこに出てるっていうか。これいつ出した？さっき後で元に戻して動画を見直さないとダメかな、これ。妨害のところ、これ。これが、すいません、ごめん。私、どこに出ても、まあ私は読めます。なんだろう。こんな感じかな。これはなんだろう。もう読んだし。これが、妨害のところかな。忘れてる、どこに出たか。あー、多分これが、後で、ガセットテープじゃないや、ビデオを後で見直すけど、このね、月っていうカードの、なんだろう、正位置なので、三角関係っていう言葉言われています。迷いとか不安のある交際とか、だから女性で好きな人が2人いるとか、そういうことが言われています。で、まあ
隠れたライバルがある女性をめぐって隠れたライバルがあるとか言われてますね、これ。そう。あとは、そうですね。二日酔いっていうカードでもある、アルコール依存症とか。だから、アルコールに注意してください。あとは、そうですね。こんな感じで、ちょっとさ、家族のために犠牲になるっていうカードでもあるんで、もしかしたら、ご両親がさ、近くにいて、すごく奉仕してるとか、助けてるみたいな立場だったりしたら、犠牲になってる可能性もあります。だから、ご両親の、その存在によって、なかなか結婚できないとかね。どこまで行った今。なんで私はこう読んでるんだろう。ちょっと待って、まず、これをやって、その後、ここは読んで、ここも読んで、順番間違ってても結局はさ、どこに出ようが結局同じカードを読んでる、いろいろ言ってることは同じなので、そう。近い将来は、後で読むことにして、これは、ここで読んじゃおう。ちょっと全然違うところに まさか間違えてるかもしれないけど、これは言ったわね。潜在意識で、まあ別にどこに出ようが結局読んだらそのカードの意味を読んでるわけで同じなんですよ。何枚出てそのカードを全部読んでいくわけなので。うん。運命の輪を読んでいこうと思います。あのね、恋愛でちょっと一目惚れをしたっていう可能性があります。誰か女性に。で、ターニングポイントです。そう。で、何か奇跡的にその女性と復縁するかもしれませんってことが言われてます。で、協力者が周りに現れて、仕事にもいいアイデアが浮かんで、幸運なスタートが始まるでしょう。で、まあ、体力もついて、で、新しい美容法とか、それを始めるっていうことが暗示されています。イメージチェンジとかね。そう、なんか、痩せるとかさ、なんか、ダイエットするとか。あとは、何か占いがすごくついているので、もしかしたら、占いを始めるのもいいかもしれません。あまり、ちょっとイメージ的に合わないけどね、占いをする法律関係の人ってのはちょっと、私的にはわかりません、それは。でも書いてあるから読んでるだけでね。あとは、だから新しいことを始めるってカードなんですね、これは。あとは、お友達がたくさんいると思うので、友情は続けて大切にしてください。って感じ。次は、これはまだ読んでなかったカードかな。では、エンペラーのところを読もうと思います。エンペラー。潜在意識をやったので、潜在意識をやったので、潜在意識、エンペラーを読もうと思います。私別にさ、どこに何を置こうが、これ、今出た数がこうあって、このカードの意味を全部言ってるんですけど、どこに出ようがその人の運命なので、間違って違う場所に置こうが同じなんですよ、要は。同じことが起こりますからね。言い訳じゃないけど、これ。潜在意識。なんかね、もしお好きな人がいた場合、文句なしの縁談なので、豪華なデートで愛が深まりますと言われてます。真面目な交際をします。そして積極的なアタックをしてください。男性がリードすればうまくいきます。だから女性が上じゃなくて男性がリードして良くなるみたいなスピーディーな愛です。で、まあ仕事ではまあリーダーになります。そう。健康ではちょっと体を鍛えてくださいみたいな、今ちょっと怪我なさってるからすぐにはできないかもしれないけど、何か健康に気をつけて、ちょっと、ね、アウトドアが出ますってことなので、まあ、スキーがいいって言っていたと思うのだが、スキーですかね。アウトドア。それが合ってます。あとは、旅行などがすごく合ってるみたいな。サークルで何か旅行とかで中心役になります。それから、
座ってやる趣味が大吉だから、まあ、あの YouTuber みたいに座ってそう動画を作成するとかさ、それになってるんじゃないですか。あとはそう、あの法律関係で座って仕事をするっていうのも、まあ、趣味じゃないけど、まあ、これもどっちが趣味かわからないじゃない、こう見てるとさ、あの YouTube の方が趣味なのか司法書士の方が趣味なのかちょっともうわからない。あとはなんか食べてるとかさ、食べて動画を撮るとか、それもまあ趣味なのかわからないけど、それもいいでしょう。あとスポーツがとても合っています。だからスポーツを楽しんでください。そう、冒険が合ってるので冒険をどんどんしちゃってくださいみたいな。で、前にお友達で男性がたくさんいるかもしれないけど、皆様の言うことを聞いて意見を聞いてください。で、中心人物に近づいて可愛がられますみたいな、そんな感じ。次行きましょうね。近い将来、女の何これ、女教皇。近い将来は、まあ、やっぱり恋愛のところはすごくいいことがあるみたいな、あのそう、不滅なる交際をします、聡明な女性と知り合いますみたいな、そう、何も言わなくても分かり合いますみたいな。で、仕事もとても見えの人の引き立てがありますって、さっきも言ったけど、そう、うまくいきますみたいな。で、健康法ね、無理のない健康法をしてください。何かダイエットとか、そうすると良いです。清潔感のある服装すればなお よろしいみたいな。そう、食事療法はとても効果があるのでダイエットをするのは今ですみたいな。なんだろうねこれ。あと一人旅が今はとても良くて、研究とか仕事の目的の旅をすればなお良いですみたいな。仕事に役立つ趣味を持ってください。で、まあ周りにいるちょっと目上の女性の目上の人のアドバイスを聞くのもとても良いですってことで言いますね、言われていますね。そう、それが近い将来で、次がちょっとこれまた30分で切れるからね、この私の携帯って。過去を見てみるとなんかあまり良くないみたいな。過去はタワーが出てます。良くないわ、過去は良くなかったのよ。なんかさ、衝動的な異性との付き合いで大失敗をした過去があります。大喧嘩をしましたとか、そういうね、過去があります。あと過去でなんか仕事では嫌な部に所属していたので、なんか上司とうまくいかなくて辞めましたみたいな、ちょっとさ過去ね、これわからないけど何が起こったか。そしてなんか怪我をしたっていう過去も、だから腕を怪我したのがこれ、そうなのかな。腕を怪我したっていうのは大怪我をしました、大事故をしましたみたいなカードですねこれ。あとはそう、レジャー地で、そのレジャー地でトラブルがありました。スキーのあの例のあれかもしれませんね。あとはそう、それがちょっと前までの過去かなこれ。そう、当たってるんじゃないこれ。次は早く行っちゃいますね、なぜならこのビデオ止まるわ。立場の裏打ちっていうか原因が、女性のカードが出ました。もうね、これ1分に1枚ぐらいやらないともう止まるこれ。なんかね、すごいね、意外に女性的な母親みたいな性格をしていて、すごい面倒見が良い男性です。だからそれでなんか彼女のハートを痛めてくださいみたいな、ちょっとよくわからないんだけど。あとは収入はこれから増えていきます。自由業の人は目立つ行動をすれば良いでしょう。うん。で、部屋の整理整頓をしてください。あとはね、ちょっとね、セクシーな魅力をつけたり、そう、ダイエットをしてくださいみたいな。ダイエットを今すると成功するでしょう。こんな感じかな。芸術的な趣味がいいです。ね。歌とかさ。音楽とか。あとはね、やたらモテるって書かれてますね。
リッチな人との交際で得をしますみたいな、それがここに言われています。それがあっての今っていうか、その立場にあります。あと4枚、どうしよう、止まるね、これ絶対途中で止まったら、あとの3枚は後で読みますみたいな。今の立場が太陽です、あなたは太陽のような人ですみたいな。まあいつも彼女と出会うかどうかっていうところを見ると、すごくいいことが書かれていて、最高の人と出会いますとかさ、そうそう、で喧嘩している人は仲直りは第三者を通して仲直りしてください。失敗困難を恐れず堂々とアタックしてください。仕事は大成功するでしょう。そう、独立するでしょう。そう、アウトドアスポーツが合っていますってまた言ったけど、そう、まあ男性とのレジャー、アウトドアスポーツが大吉って書かれてますね。こんな感じ。ちょっと急いでやってるのはもう切れるからなので、これがもう切れます、切れます、切れます、ビデオが切れます。これ女教皇が周りの人たちのところに出ています。まあ何を言わなくても分かり合える女性と知り合うことでができますっていうのが、周りの人の中にそういう相手がいるって言われています。分別ある交際をします、聡明な女性ね。えこれさっき読んだのと似たようなことが書かれててよくわからないんだけど、どういうこと？間違った、私2つも同じことを読んでませんか？ちょっと待って、これが最後のカードね。まあいいことが書かれてるわね。あとはこれ、もしかしたらさっき読んだかもしれない、このカード、これは何だろう。じゃあ読んでないカードをこれから探していこう。これは最後の1枚じゃない、これ読んでないかもしれない、これかな、男教のみたいな、奉納みたいな。ああ、それで協力者がどんどん現れてきます。そして頼りになる人物なので、とても金銭的な援助がこれからあります。上司に目をかけられ、徐々に実力が認められて、あ、噛んじゃった、徐々に実力が認められます。先輩のアドバイスに従ってどんどん良くなります。そうで、健康法を選ぶと何かすごいいいことがありますみたいなね。から音楽が合っています。音楽をやってください。それからまあ神社とかに足が向くでしょう。それがなんかラッキーになる鍵みたいなことが言われてますね。コンサートが良いです。コンサートに行ってちょっとね、この夏休み何か音楽に浸ってください。これさ、なんか音楽3回目、そう。あとはまあいいカードなの、これ。有力者から援助を受けますっていうカードね。それでは連れ立てされた男がここに出てる、はい、連れ立てた男が願いに出てますね。願いのところ、何を願っているのでしょうか。あなたのお願いしていることは、思い切った行動に出て成功します。注意を気にせずにやってください。本音を言ってください。そして仕事に全力投球してください。っていうことが言われています。はい。スポーツが合っています。まあ、スポーツ、なんか今怪我してるから、何のスポーツって、まあ、足を鍛えるスポーツとかいいかもね。足だけの筋トレとか。そう、ユニークな健康法を取り入れてください。そんな感じかな。一匹狼っていうことが、これ一匹狼カードっていうか、一匹狼で行くと良くなりますっていうことが言われてるのね。そう、人のやらないことにチャレンジすると良くなるでしょう。本音で生きてください。では最後、力のカードが出ました。結果が力がある人間っていうか、そういうカード。困難、反対に見えず、そう、もし愛してる人がいたら、愛を育ててくださいっていう。それから、そして仕事もとてもいいです。根性で成績がアップしていきます。で、スポーツをしてください。まあ、今手が痛かったら、まあ、足だけのさ、筋トレとかあるじゃない？そう、スポーツをしてくださいってここにも書いてあるんですけど、ゴールドが合っています。ゴールドのアクセサリーが
基地です。こんな感じ。お父さんの意見を聞いてくださいっていうのがアドバイスですね。はい、じゃあこれ最後なので、このカードはとてもいいカードなんですよ。本当にそう、あの愛情もうまくいきます。もし女性で好きな人がいたらうまくいきます。で、勇気を持ってチャレンジしてください。で、周りにいるお友達とか部下を可愛げてくださいって感じ。はい、すごくいいカードが出ましたね。ねえ、なんでさ、こんないいカードばっかり出るんだろうって感じで、ちょっともう切れんのでここでやめます。では、ありがとうございました。チャオー。